太陽系の皆様、本日もお疲れ様でした。今日は令和2年の、10月27日火曜日でした。だんだん本当に朝晩が寒くなってね、来たので、とても半袖じゃいられない、半袖じゃね、いられないような状況になってきました。外でね、半袖だとね、ブルブルしちゃうので、もう、長袖とかを着て歩くと良いと思います。今日も、無事に、時間が流れて、生きてる人は、生きて、まだ死んでないんですけど、なんつってね、もう、飲んでるから、何を言ってるのか分かんなくなっちゃうのでね、申し訳ないですけど。でもね、生きてる限り、自分もいい思いをすることを考えたり、これ自分だけではなくて、例えば、家族とか、隣の家の方々の幸せを願ったりね、で、願うだけじゃなくて、何か自分ができることをやったりして、うまくね、共存みたいなことが、表現できたらね、毎日表現してできたらいいんじゃないかなって思います。もう、最近はね、夕方すぐ暗くなっちゃうので、僕は今日は夕方5時ごろ、帰ってきて、もうお風呂をしてね、飲んでるところです。もうビールとかのチューハイみたいなのはもう飲んじゃって、これまたもや、安い焼酎の、自分で買ってきた安い焼酎のお湯割りを今日はしています。で、我が家ではもうね、この時期になると、5時半ごろ、もう家族は夕飯を食べちゃうのでね、夕飯だよなんて呼んで、それでちょっと何か話を、してるかと思えば、あっという間にみんな食べちゃって、それぞれどっか行っちゃうから、僕が一人でキッチンに取り残されて、いろいろこう想像しながら、やるのでね、なんか寂しいんですけどね。今日は我が家は、自家製のじゃがいものフライと、鶏のね、胸肉が出ました。それになんか味噌の、味噌マヨ、ネギ味噌みたいなものがかかって、また出てきました。眺めて喜んでるところです。それで、あと、自家製ピーマン。艶やかで、みずみずしいから、少しずつ食べてるんですけど、美味しいです。他ね、ご飯も持ってくれたんだけど、もうだんだんね、乾いてきちゃって、カピカピになってきてるんだけど、だけど、フランスパンもね、食べたり、それで、外では、猫のマイケルがね、泣いてるから、なかなか良い BGM で、楽しい夜を過ごしています。髪の毛もね、先日身体検査じゃなくてなんだっけな、身体検診？検診したね、体の検査をね、した、後に、床屋さんにも行ってきてね、シャンプーするとね、楽ですけどね、短くするとね、この状態で、しばらくね、行けるといいなと思って、まだね、本格的な夜は来てないですけど、この後もそれぞれやることを頑張ったり、それぞれの、
ことを頑張りましょう。本日も一日お疲れ様でした。